はい、どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、始まりました。アゴレ横浜放送局 MC の小林です。斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実は、はい、2週空いたんですよ。空きましたね。はい、こちらの諸事情で。なるほど。はい、申し訳ない。それはあんまり詳しく言えない諸事情なんですけど、本当皆さん申し訳ございませんということで、すいません。勝手に休んでしまいました。なるほど。はい。それで、明けで、今日また素晴らしいゲスト。ご登場いただいてるんですけど、横浜といえばね、横浜といえば、そんな紹介のされ方されて、ああもう最初申し訳バーン申し訳ます、ありがとうございます、上げるだけ上げといてどっかで落とさなきゃいけない、落とさなきゃいけない、じゃあ早速ご紹介を、はい、株式会社菊島の菊島社長です、よろしくお願いします、はい、菊島です、よろしくお願いします、お願いします、ですね、もう見てる方で、あっていう方もう最初ポーンって顔映った段階で、あやっと来たかっていう、そんな感じじゃないですか、いやいやいやだと思うんですけど、では菊島社長軽く自己紹介を、はい、そもそもこの番組はこれ生放送なんですか、ね、生放送生です、あ生です、はい、放送禁止用語ってダメです、あるんです、あります、あるんです、一応ずっと言いかけたらピーって言ってください、なんか頑張ります、頑張ります、ね、頑張ります、自己紹介、はい、お願いします、ピーそこでごめんなさい、ごめんなさい、危なかった、はいはい、まあ、ちゃんと、はい、株式会社菊島という、2年前にちょうど50年という節目を迎えた、はい、いわゆる建設会社で、はい、今、まあ、社長っていうんですか、いやいや、代表者をさせていただいておりまして、はいはい、館内にも営業部っていう、拠点を設けさせていただいているんで、はい、あちらにいらっしゃる、はい、はっちゃんをはじめ地元の有力な皆さんにですね、はい、日々ご指導いただいている、はい、そういうような、はい、立場でございます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、50年企業ですよ、50年って言ったらさ、はい、いや何代目になるんですか、もう2代目、2代目です、はい、そういう建築系で、お父様が始められた、そうなんです、もともとは鉄工所なんです、あ、そうなんですか、もともと鉄工所で今でも鉄骨工事って言って、建物の骨組みになるやつ、はいはいはい、あれを工場を持ってですね、その工場で、まあ、職人さんがいて溶接したりとかですね、ペンキ塗ったりとか、まあ、そういうことをやってます、はいはい、あ、まあ、今でもそこはそうそうそうやってて、でなんで横浜でっていうのは、うちの味もともと山梨の伊沢、うん、伊沢、はい、伊沢温泉、お世話になってますよね、いろいろだ、今伊沢、はい、ブーって言わなきゃいけないから、ピーンな感じで入っちゃうから、はいはい、それこそ今伊沢は伊沢温泉なんですけど、はいはいはい、まあ親父が16で横浜に出てきてるんですけど、その頃はまだ温泉が見つかってなくて、そうなんですか、そんな若いんだ、農家で、そうなんです、そうなんです、伊沢温泉って、それむしろ、で農家、まあブドウ農家とかもやってるんですけど、山梨ですから、やっぱり兄弟何人かいて、その三男坊だった、うん、もうお前はよそ行って稼いできなさいと、うん、こう言われて、うん、中学卒業して、はい、親戚頼って横浜に出てきます、うん、で一番最初に、勤めたのが、うん、この近くの、馬車道の福久っていう、福久、福久、うなぎ屋さん、でも知ってんだね、あそこで、一番最初は板前のなんか、まあ、修行というか、修行というか、奉公人みたいな形になったんですけど、まあ1ヶ月ぐらいでもう、リンゴの皮かなんかずっとさせられたのがもう耐えられなくて一回田舎にまた帰りましたと、はい、でもうだから帰ってももう居場所がないともう一回行ってきなさいって言って、藤棚、はい、藤棚ね、はい、西区藤棚、はいはい、藤棚にある金物屋さん、野村商店って今でもあるんですけど、そこに16歳から23歳までお世話になって、でお小遣いを貯めて、それを元手にして鉄工所を始めたのが、まあ、今から52年前、すごいっすね、すごいお父さん、でだってその金物屋さんで働いてた給料で鉄工所を作っちゃったんでしょ、まあ、まあ、鉄工所ってまあまあ、まあまあ、小さい土地を、いやもちろん初めそうなのかもしれませんけど、すごいな、なんかね、ただ貯めた小遣いの中から株を買ったらしいんですよ、株式投資って言ったら、まあ、まあまあ、でそれが少しずつ、まあ、あの当時ですから、うんうん、高度成長期ですから、はいはい、少しずつ増やしていって、それを元手に鉄工所を始めたって言ってましたね、すごい、だからもう根っから株式投資とか大好きで、もう今でもやってるんですけど、そうそうそう、多分これは菊島さんご存知でも、
知らない。いや、そう、うちの社員知らないと思う。知らないと思う。すごい話。そういうルート、そういう人結構大勢いるんじゃないですか。今横浜で大体50年企業って結構多いんですよ。そうするとやっぱりその、まあ、我々世代2代目になってますけども、うんうん、初代の人っていうのはまあ田舎から出てきて、うん、まあ、農家の口ぶらしじゃないですけど出てきて、うん、で、まあそういう苦労、まあ、あの当時はまあそれが当たり前だったって言いますけども、うんうん、本当に苦労をして、あの、こう一つのこう、まあ、書体を作っているのが多いんじゃないですかね。と大体そうですよね。昭和、まあ、30年後半からですよね。東京、はいはいね、オリンピックがあって、ね、で、でもわーって日本がこうガーっていう時、ここで行っちゃやるかっていう人がもう、で横浜なんかやっぱそういう場所ですよね。あ、そうですね。確かに、確かに。もうね、結構いろんなものも動いてたでしょうし、で山梨とこう横浜って意外とこう密で、その昔はそれこそシルクロードじゃないですけどね。あ、そっか。だって横浜からシルク出てるじゃん。うんうん、あ、そういうことか。で、あの田舎の方で蚕とかを育てて、そこで持っていくんですよね。うちのおばあちゃんなんかはそれこそ、うん、その母の麦峠じゃないですけど、うん、麦峠のところの、うん、で、まあ、お蚕をね。あれ、女工さんで行ってたって話聞きましたもんね。そうなんだ。山梨から、確かにシルクロードです。そう考えると、うん、で、ここからに日本の、まあ、港横浜からこう世界にどんどん出ていくという、はあ、うん、まあそんな話がスタートです、ね、スタートなんですね、はい、で今はどちらかというともう建築の方、まあ、鉄工所から建築系に変わって、ね、まあ、鉄工所もやってるんですけども、まあ、どうせだったら少しでもやっぱりこうエンドユーザーのお客さんに近づいていきたい、うん、はい、まあ、そういう思いがあったので、はい、まあ、あるきっかけ、その鉄骨工事の延長線上で鉄骨造のこう小さな住宅だったんですけど、お宅でやりませんかって言われて、まあ、一つチャンスだなと思ったので、それをさせていただいたのが大体今から25、6年前ぐらいですかね。お、じゃあもう平成になって、自分がその今のこの会社に入ったのは自分25の時なんですけど、はい、27年前なんですけど、はい、その頃から少しずつ始めたというようなイメージです。鉄骨までやってからその今お名刺 の, あ, のあれも総合建設業になってるんだ、だから、まあまあそうですね、全部やるよってことか。そっかそっか。いわゆる総合建設業っていうのは元請けでやりますよっていうのが総合建設業っていう看板を張る会社が多いんですけど、そう、まさに斉藤さんおっしゃられるように私の、イメージは、ただ元請けでこの専門協力会社を、にお願いをして、まあ、コーディネートだけする総合建設業じゃなくて、実際に自分のところでもものづくりを本当に、手を動かしたものづくりをする、そういうような建設業、総合建設業でありたいなって思いがあります。それはあの、もしも注文する方からすれば安心だよね。安心だよね。だって何かあったら全部わかるわけですよね。そうだよね、うん、まあそうですね。だからいざとなったら自分のところでやっぱり作れるっていうのは、うんうん、あのなかなかこうそういう業態って少ないかもしれない、うん、なあ、確かみんなそうですよね、うん、外部委託とかしなくて済むんだもんね、うん、まあ、その部分はですけどね、まあ、まあね、うん、はい、もちろん、うん、でも面白いですね、うん、そういう考えのっていうのは、うん、なかなかまあ鉄骨、うん、まあ鉄工所、うん、やってないとなかなかね、そういうのできないじゃないですか、実際に、うんうんうん、そういう、まあ、技術があったからこそ、うんうん、まあそっちの建築の方に向けない。でもさ、こういう業界って、こういう業界って分業し、が当たり前っていうのが当たり前じゃないですか、うん、そうですね、うん、例えば骨組み屋さんとか、うんうんうん、でそれをこう一つにまとめて総合的にやってしまおうと考えられたのは先代なんですか。もう先代やっぱその思いがありましたね、だからその、なんでしょう、こう会社の名前も一番最初菊島鉄工所で、鉄工所、うんうん、これはまさに鉄工所だね、やってるんですね、分かりやすい、でそれからしばらくして、まあなんとなくこうやっぱり息子に後を継がしていくのに少しでも会社の手を良くしていきたいっていうんじゃないですけど、うん、まあ希望を持てるようなそういうような、道を作っていきたいっていうことで社名を菊島鉄工建設ってしたんですよ。建設、はい、でそこにはやっぱ少しやっぱあのお客さんに元請け業に近づいてきて、うん、そうですね、近づきましたね今の、で、まあ、私が入ってから 2,3 年経ってからですと、もう一回社名変更して今のカタカナの
株式会社菊島にさせていただいてるんですけど、そこはもうまあ総合建設業から、まあ場合によってはもうちょっと広げていきたいという、まあこう自分も含めてですけど、そんな思いがある。それ広げるってどういう感じですか？まあそれはだから、まあ建設業って言っても、もう建物を作る、リフォームをするとか、そういったことがどうしてもある程度限定的になるじゃないですか。はいはい。それからさらに言えば、その総合生活産業的な位置づけで、お客さんにアプローチをさせていただいて、うん、まあ、だけど本籍地っていうか、まあ、まあはそこはやっぱりものづくり、はい、まあ、今でも鉄工所家具はずっと続けてますけども、うん、そこをベースに置きたいなと、うん、そう思ってるんですけどね。はい、もうライフスタイル、まあ、生活、うん、まあ、まあ結局住むところは 家に結局住むと、うん、まあ、それに合ったこうなんか家になっていくんじゃないですか。そうですね。だから、うん、まあ、生活、まあ、趣味のことであったりとか、うんうん、ね、カズレさんのはっちゃんいらっしゃいますけど、うん、食の部分であったりとか、うん、それをじゃあ自分で提案するのかっていうことではなくて、そういう皆さんとのこうネットワークの中でこう豊かなライフスタイルを提案していく、うんうんうん、ということはエンドユーザーというかお客様は直接じゃ あの菊島さんのところに行って、こういうの建てたいんですけどっていう話もするわけですよね。もちろんもちろん、はい、あすごいっすよね、うん、もうそれね、うん、ライフスタイルを提案していこうと。なるほど。だからもう我々建物を作るんですけど、結局それは箱なんですけど、うん、箱を作ろうとしないで、そこでどういうライフスタイルが展開されていくのかと、うん、その夢をこう提供していく、うん、でそのためにはやっぱテナントで入るそういう、まあ、なんていう魅力的なテナントをこうご紹介できなきゃいけないでしょうし、うん、まあ、ライフスタイルっていったら例えば、マリンスポーツみたいなものにこう興味のあるお客さんだったら、そういった、そのそのライフスタイルを輝かせるようなデザインの提案とか、はいはい、いろんなものができるようにでありたいなと。僕は夢はですね、その自分のマンションだったり家なり、そこに桟橋があって、うん、そこから行きたいんですよ、そういうところに住みたいんです。そういうのが夢なんです。夢なんですよ。いいですよね。それは多分今日本じゃないでしょう。まあ、2年後ぐらいにはそうやってる、うん、ない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 、うん、日本では、うん、ほら佐島の北原さんとか、うん、あれ多分もう今はじゃ建築ダメなんですよ、ね、多分。そうそうそう。あ、ダメなんですか。ダメです。ああいうの作っちゃいけないでしょ、うん、あれも宮沢の時代からなんで、うん、今日本では多分ない、建築降りないんじゃないですかね、うんうん、まあ、だけどやっぱそれに近いような形っていうのは提案できますよね。そうですね。今でも今口でいくつか作らせていただいて、海沿いのリゾートハウスなんていうのが、まあ、それこそ玄関はちゃんと道路側にあるんですけど、海側に、船がつけられるような、ちょっと桟橋があって、ああいいなとか、それもう理想です、うん、理想です。やっぱそういう土地ってなかなかないから、はい、そういう土地を、はい、提案するみたいなことも、うんうん、まあ、我々やっぱりじゃあ不動産的なところもで、それはそれでまた不動産は不動産で、まあ、専門の企業さんがあるじゃないですか、まあ、ですね。まあ、うちも不動産の看板掲げてはいますけども、うん、まあ、やっぱりプロ持ちは持ち屋なんで、やっぱそういう皆さんとこう緩やかな、まあ、連携を持つっていうんじゃないですか、うん、ネットワーク、うんうん、ただし志っていいますか、向かう方向は同じ人たちがネットワークを組むことによって、サービスが広がっていく、うん、高度化していく、はい、魅力的になっていく、はい、そういうことを目指していきたいなと思って。いや、いいな、かっこいいですね。かっこいいな、すごいいいものができそうじゃないですか、うん、ものすごい。いや、だって今そのホームページ写ってるの全部かっこいいもんね、うんうん、ね、あれなんかもう本当まさに海沿いのリゾートハウス。へえ、僕本当それ夢ですね。頑張ってそういうところに住めるようにしたい。決してね、そのお金をかければっていうことではなくて、実現できるじゃないですか、うん、ぜひそれは 1.5 箇所みたいな、住まいのある方、多分そういう人いっぱいいると思う、もうやっぱ船好きな人多分いっぱいいるから、そこでね、まあそうですね、もう消えちゃった、もう絶対ですよ、はい、ということで、はい、で、まあ、まあ今までね、はい、そういった今の菊島さんの会社のことはいろいろね、過去のことはいろいろ聞いてきました、はい、じゃあ今度これから、うん、まあ、今ちょっと話入りましたけども、ね、でそれをしかも横浜に特化したみたいな、
感じでお話を伺いたいんですけど、うん、まあ、これから2020年とかっていう、まあ、一つ区切りでいろんなまあ方々もおっしゃるじゃないですか。菊島さんの会社はまあ50年超えられて、まあ、会社としてもそうだし、まあ、菊島さん自体がこれからこうどうにしていきたい、横浜がこうなったらいいなみたいな、もう漠然とでもいいんですけど、その話をちょっとお伺いしたいんですが、この間、まあ本田さんもそうですけど、いろんな皆さんに協力をしていただいて、街を楽しくするストリートファニチャーデザインコンペっていうのをさせていただいて、まあ昨日で横浜市の都市緑化フェア終わったじゃないですか。そこの都市緑化フェアの横浜美術館の前のところに会場をちょっとお借りしてですね、実際にそのコンペの優秀作品を制作したものを展示させていただいたんですよ。でこれはうちが50周年の時に第1回のそのコンペをうちの会社の主催でさせていただいて、でその時の思いっていうのはやっぱり横浜という街が、まあ、輝いていると。でそうするといろんな人がこうそこに魅力を感じて集ってきたりとか、まあ、そこで働いている人、生活している人、まあ、そういった皆さんが、まあ、誇りに思える街で自らもそこの場で輝くことができると、まあそれをさせていただいたらものすごいやっぱりいい企画だったねって声をかけて評価していただいて、どうせだったらこういうことはやっぱりオール横浜っていうかね、横浜を愛するそのいろんな企業の人、市民の人、そういった皆さんと共同でやりたいなと思って、その第2回させていただいたら100社ぐらいの皆さんが賛同いただいて、まあ運営委員っていうような形で加わっていただいて、まあお金も出していただいて、でそういうことをさせていただいたんですよ。それはやっぱさっき言った緩やかに人がつながる、企業がつながる、でしかし目的は一つ漠然とかもしれませんけど、横浜の街を美しく輝かしたいと、はい、そこにその目的に集う人たちだから、うん、まあ、裏切らないじゃないですか。まあ、そうですね、そうですね、同じ目的です、うん、でそういうことで それぞれの皆さんの、まあ持ち場の中で、うん、その横浜を輝かせるということを、うん、まあ、みんなでできたらいいなと、うん、でそうしたら、まあね、街が良くなるっていうことはやっぱり、うん、まあ、経済人とか我々企業人にとっては、はいはい、うん、やっぱもちろんもうプラスになりますね、仕事のというのはできるわけですから、うんうん、よくねそうやってこうマグネット効果というか、まあ、いろいろな人がこうとにかくこうくっついてって、緩やかでもいいんですけど、くっついてって、まあ、一つ大きなものに、まあ、なっていくみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、それをこう実践されてて、うん、まあ、まあ、吉山のところはそういうね、それでファンチャーの、うん、もうきっかけにやられてて、ね、小林さん、はい、うがわれどもいるとか、うがパレードとか、ね、されていた、ああいうことを、だからそういう皆さんがこういろいろな得てしてね、そういう皆さんっていうのはなんか自分たちのこう一つのこう縄張りじゃないですけど、持って、これは俺たちが一生懸命やってるけど、だからあんまり予測、排他的なところがあったりするしがちですけど、そうじゃないじゃないですか。そうじゃないですよね。みんなでやりましょうみたいな。みんなでやりましょうになってるじゃないですか。だからそういう人たちがこう、つながっていくことによって、1年を通してとか、まあ、また大きなパワーになったりとかするから、うん、まあ、運河パレードもうちも支えながら、もうお世話になってるんですよ、ね、協力しかできてないんですけど、いやありがたいです、まあ、運河パレードもああやって確かにこうね、運河そのをこうもう一度こう再発見とかあるかもしれませんけど、建築的とか街づくり的にはものすごいコンテンツだと思うんですよ。その話を聞きましょう、うん、そうです、僕はね、そこ本当そうなんですよ、うん、すぐ自分の世界に、ね、いやでも持ってないじゃないですか、これね、やっぱりね、みんなね、やっぱりこう横浜港から入ってって、うん、ね、大川がこう河口のとこからずっと船乗って入っていくと、今はまだやっぱり、はい、あそこ景観になってないですよ ね、 すね、はい、あそこはやっぱり表になるような、はいはい、そういう街づくりに、これはもう行政の力も借りなきゃいけないかもしれませんけど、はいはい、やるべきだと思うんですよね。まあ、本当そうですよ。こうね、専門家、建築の専門家から見て魅力あるよって言って、こういうといいよって言ってくれたらもうやろうって、そうそうそう、お願いしてるんですよ。だからね、やっぱそこからこうもう街にとかね、こう水辺にこうなんていうか人とかいろんなものがこうにじみ出ていくっていう、あれですね。だから今最初の時にこういうね、シルクロードの話が出て横浜からいろいろ行ったじゃないですか、ニヤニヤしてんのよ、それをね、またね、ちょっとこう水辺の話になると元気になっちゃう、元気になっちゃうんだよね、
だって思ってないんだもん、今横浜って。やっぱそうするとね、そこでやっぱり、まあ、船乗ったりとかね、はいはい、まあ、今サップだとかね、はい、いろいろあるじゃないですか。やっぱりその人の活動が広がっていくんですよね。実際なんか俺らから見るとその小林さんたちがやってるのは、うん、いわゆるソフトの部分、ソフト、まあ、ハードの部分、ハードです、だから早いとこ2人でやってくんねえかな、うん、だから今ソフトを一生懸命こうとにかくやってて、うん、でだんだんとこう木島さんとか、ね、やっぱハードでこうその辺の再開発だったりっていうの、うん、こういう街かっこいいじゃんっていう、うん、いやもうだからそれなんかもう2人ここにいるんだからできちゃうんじゃないの、うん、いや本当やりたいですよ。そういうの我々の前の世代はやっぱりハードがあって、はい、ソフトが後からついてくる時代、はいはいはい、もうだけどこれからの時代はもう絶対ソフトがあって、ってでハードがその役割を補っていくというかね、うん、役割をこう際立たせるために、うん、必要なだけのハードが後からついていけばいいと思うんですよ。あんまりこういうことを大きい声で言うと業界の中で前になるって言われるんですけどいや、うんすいません、そうなんですけど、だけどそうだと思う、でもだけどそうだと思うんですよ、そうですね、はい、うん、やっぱこう輝いてる横浜だったりっていうキーワードが出ましたけど、やっぱそういうふうにしていくためにやっぱり、今までないこともやらなきゃいけないかもしれないしね、はい、そういうふうにこう前にこう、やっぱ理想はとにかく描きながらやっていきたいなっていう感じですよね、ぜひぜひ。またなんかもう時間に、もう時間だね、実はあっという間ですね。あと30分ぐらい水辺の話をしたいぐらいな、それまた後でグラス傾けて、いやぜひぜひよろしくお願いします。ということでですね、はい、今日はまあ久しぶり2週間空いた久しぶりのアゴレ横浜放送局なんですけど、はい、またいいお話を聞いてよかったですね。いや本当そうだね、うん、横浜ってまだまだいらっしゃるんですね。いやもういっぱいいらっしゃるじゃないですか。すごいいっぱいいるんだね、もっと良くなってもいいよね、横浜ね、良くしましょう、ね、頑張んなきゃダメだってやっぱだから言ったじゃんね、アゴラでこうやって何回もやってるんだけど、うん、一回集めましょう。そうだよね、うん、そう本当そうしよう、そうしましょう、はい、やりましょう、ということで、はい、今日はどうもすみません、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。